ダルフォボアーリオテルメは、イタリア共和国ロンバルディア州ブレシア県にある、人口約1万6000人の基礎自治体、オーリオ川上流域にあたるバルカモニカの中心都市で、ある。バルカモニカにおける、コムーネの領域ブレシア県北部、バルカモニカに位置するコムーネである。伊勢オから、北北東へ2 7トル ケント・ブレシアから北へ 38km、ソンドリオから南東へ 40km、ベルガモから東北東へ 45km、州とミラノから東北東へ 91km の距離にある。隣接コムーネ隣接するコムーネは以下の通り。括弧内の BG はベルガモ県所属を示す。イタリアの地震リスク階級では3に分類される。ダルフォ・ボアリオ・テルメには 以下の分離集落がある。広域行政組織である、山岳部共同体、バルレカモニカ山岳部共同体を構成するコムーネの一つである。世界遺産、バルカモニカの岩江群を構成する物件の一つ、パルココムノリーデって印象内ループストリーディリュインが所在する。ありがとうございます。